国道472号は、富山県伊水市から岐阜県郡上市に至る一般国道である。岐阜県東河合町の奈良、峠入り口付近この先、富山市青町地区までの区間で通行できない日が多い。富山県伊水市青、伊丹の分岐手前で、府中、八尾方面への利用者に、境外で危険な国道472号への左折を、避け、 富山県道小杉吉谷線への直進迂回を促している。起点から北陸自動車道小杉インターチェンジまでと高山市内の国道41号重福区間内は4車線であるが、それ以外の区間は1から2車線である。富山県富山市八尾町地千りの国道471号高点から岐阜県高山市清美町大原の国道257号高点までの 1> 約1 4 0トルは他の国道との重複区間である。このうち国道471号との重複区間である岐阜、富山県境付近の奈良峠を含む区間は豪雪地帯の山越えであるため6月から11月までしか通行できない。さらに頻繁に側壁崩壊、路肩欠損するためこれらの復旧が終わり、 実際に通行できるのは当期通行止め直前の、極わずかの期間であることが多い。また、高山市小川町三尾川から同市清見町奈良谷までの区間については、車道が通じていない。他にも、伊水市上土地地内より、市境を越えて、富山市域に入ると、国道359号と交流するまで、共愛区間となり、大型車及び高さ3メートル以上の車両が、 通行不能なほか、普通自動車でも離合が困難となっており、このため、伊水市、青谷地内の左折分岐点前では、府中、八尾方面へは、富山県道377号小杉吉田二せへの、直進を促す標識を掲示している。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り。富山市八尾町上、人と太山市高ま 高塚トンネルこのうち、国道360号と重複する岐阜県日田市、河合町角川同市宮川町大無岩は、国道471号とも重複している。一般国道の路線を指定する政令の最終回整備である2004年3月19日の政令に基づく表記。2004年3月1日に山頂4、村が合併して、郡上市発足。 AB2005 年4月1日と山市、姉郡府中町、細入村、山田村、上新川郡大沢の町、大仙町と新設合併し、富山市となる。AB2004 年2月1日に、吉木郡古川町、上岡町、宮川村、河合村と合併して、平市となった。AB2005 年2月1日に、高山市他2町7、村が合併して、高山市発足。 ABCDEFG2018 年4月1日、現在、ありがとうございます。